あの何もない荒野を見たとき、私は大きなショックを受けた。初めてその地に訪れたとき、そのあまりの豊かさに感動を覚えたから、その地で暮らす人々によくしてもらったから、あの家族が好きだったから、初めての弟子を誇りに思っていたから、何もしないなんてできなかった。だから私は戻ってきた。二度と戻らないと決めていた故郷の大地に。